第51回プライムタイムエミー賞は、テレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで、1998年6月1日から1999年5月31日までに、アメリカ合衆国でプライムタイムに放送された、優れたテレビ番組に贈られる賞である。受賞式は1999年9月12日に、カリフォルニア州ロサンゼルスにある、 シュラインオーディトリアムで行われた。司会は、ジェナエル・フマンとデビット・ハイド・ピアースが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して8月28日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、ザ・ソプラの在収のマフィアの11部門で、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルが9部門、アリー・マイ・ラブ、そりゃないぜ。 フレイジャーが8部門と続いた。主要部門の最多受賞はザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルの4部門で NYPD ブルーが3部門と続いた。ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルは2年連続のドラマシリーズ作品賞受賞となった。受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、各個はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり。 制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。